お風呂入りました。ね。じゃん。でもかな。まあ、一家年齢がちゃうからね。もう早く。あ、二人おる。そうです。まあ、そんなギャグはいいとして。あ、さて。何を言おうかなって思わせちゃった。お風呂の中誰やろなぁ。と思ってたけど。そうだなぁ。結局、その、どう言うたらいいのか、こう言うても、ああ言うても上位だなぁ。って関係ないから。で、結局、その、アスカの方が平家の、おかがの娘って言ったでしょ。おついさやかつまちかとアスカの。だからうちのお兄ちゃんであるそのおつい剛と実の兄弟か剛のほんまの妹、ほんとうちも妹だけど父親らしいからね、母親がその剛とアスカが一緒、うちだけが佐藤のみ、佐藤めぐみが、うん、でその佐藤めぐみにはもう一人子供がおったんですけど、それが上優ちゃうかなと。あ、思い出したらそうだよ、そうだよ。一応、ちゃんとした、ちゃんとした持ち込み、ちゃんとした現代人の側面も大事にしてるから。そっちの思考回路と記憶だけ使うと今見てる感じ。あ、見てる、見てる、そうですね。いつもそうだ、アホやろ。だから、例えば、その、あ、そうこれ思い出した、思い出した。萩原の兄っていうのは、多分うちと同じぐらいの血の質じゃないかしら。血の質の話もね。ギャグによく使うけど、うち。で、こういう時は、てめえらより優れてんだよ。俺、気もよせ。とか、そうなっちゃうからな。やろ何を言いたいかって言うと、もっともっと大事なことやねん。それはね。結局、憑依が原因で、みんな血の質低い。ってことは、うちも憑依されてたら血の質低いね。憑依がなくなったらうちの知能指数は220ぐらいじゃないか、多分ね。じゃあ、萩原の兄もそう、親戚です。非常に近い。考え方、顔、性格。めっちゃ近いもん、おつじげ同士で。いろんなものがね。まあ、天禄に集まってるってわかるよな、そのいとこから。まあ、いとこにしか言われへんけど。なでしょ、ナスカも、まあ、2キャラと。なんか、西村のパパクそっくりなんかも、タイプ、考えた。ナスカ。あ、めっちゃ見てほんで、じゃあ、表意がなかったら、皆さんのご家庭で、ご家計、手筋もね、200超えてるでしょ、言うんだ。うちらは、ホモサピエンスやで。表意なかったら、もう、ひょっとしたら300超えてるかも。うちも、まだ表意が残ってるだろうし、じゃあ、こんな仕事もするから、綺麗にするためにまた来よるしや。先生直してください。で、来よるから、要するに、でええかな。私もちょっとずつ食べて、私もおかしかったから。網に送り込んでる。うちを攻撃するために送り込んでるんちゃうやろ。なんかそのつもりで送り込んでも、結局、そういう休んだあるの。昔から言ってるよ、それ。あれ、あかん。アカウント消したからな。あ、今の殺してるの、例の。うちの中に入ったら殺してるからね。今の出れたみたいな。でしょ？だってその、誰かに害してるもん、うちの中の世界で。それ案外あなただったりしてね。でしょ？で、結局その、表示されてる時も、うちとか、萩原何みたいなスピードで逆展開したら、あるいは鈴江さん姉妹みたいに、すっごいスピードでやり取りしたら、壊れんの。何がと。表示でよ。飛んじゃらーって飛ぶねん。その時の症状が大変かもな。だって、いや、まだ痛いの、まだ痛いから、この体美味しいか面白かったか、頑張ったし、この体で。思い出がいっぱいあるの、この体で、すごい痛くしたから、追い出さないで。みたいなの。折ったら大変やろ。だけど、夢とのスピードで、逆に処理できるんだったら、やっぱりその、表情見づらいから。っていう話をしたから。なもっと大事な話したよ、だからね。な、この動画でね。大事な話よ。
IQ や IC がうんぬんやんのしてるな。